なんで？こんばんは。こんばんは。なんで？映った。こっちはずっと映ってるんだけど、そっちに行ってないね。Wi-Fi も電波も無理なんだけど。待って、こっちの携帯でショールームしたくない。今、携帯置いてんの。ここにあれがあるから、スマホ立てるやつが。ちょっと待って。みんながコメント欄でわめいてんなって思ってた。ごめんね。よっ、再起動。ごめんね、ちょっと待って。ごめん、指ハート。ほんまにごめん。さあ、こっちの携帯来い。なんでだろうな。こんな大切な日に。すまんね、ほんと。てかもう着いたのね。そう、お仕事の前乗りなんだ。なんかみんなに哀れまれながら、え？みたいな。今から仕事なの？みたいな。かわいそう。いってらっしゃい。みたいな感じ。哀れまれながら 来ました。どう？映った？来た？よっしゃー！再起動しました。失礼しました。え、天井とエアコンだけ？来た？ごめんね。なんかめっちゃ調子悪かったです。失礼いたしました。待っててくれてありがとう。ごめんね。確かにちょっと時差あるな。まあいいや、時差は。しょうがない。映ってよかった。お待たせしました。福田あかりです。あ、なんかライトある。お、いいや。いいね。お疲れ様です。え、なんか一応おかしい。これぐらい？テラップもう大丈夫。コンサート、ありがとう。はい、皆さん、こんばんは。今日は、
ミチさんの卒業コンサートでした。来てくださった方、見てくださった方、ありがとうございました。証明なくていい。どっちもどっちも60点って感じ。なしでいいか、目がチカチカするもんね。よいしょ。感動しすぎても戻れず広島止まり。ウケる。ニコ生では今後の STU で活発な議論がされてました。どういうこと？引き続き受け入れて頑張って、ありがとうございます。はい、今日はミツさんの卒業コンサートに出させていただきまして、とっても楽しかったです。ミツらしい瀬戸りで、いや、ミツらしくないな、ミツらしくないところがミツらしい瀬戸りでしたね。でも最後思い出せる恋をしようは、あの、私とミツ思い出せる恋をしようと好きになれただけで幸せを異常に贔屓するキャプテンの副キャプテンだったんで、あの、自分たちで決めれるときは絶対好きなねと重恋を ねじ込んできたやつらだったんで、道らしいなと。多分好きになれただけで幸せだもやりたかっただろうけど、ちょっと収まりきらなかったんでしょうね。瀬戸でめっちゃよかった。そう、好きの種、久々にやった。難しかった。感想難しかった。今日はいろいろ踊らせてもらいました。こんばんは。また暗闇？なんで？調子悪すぎでしょ。喋りたい、普通に。映ってる？トロコッコと話した？なんならトロと一緒に新幹線乗った帰り。めっちゃファンの人に会ったけど、ファンの人に二人でどこ行くんだろうみたいな顔されながら。好きの種ね、ね、好きな種の時、アカリンがショールーム特番で1万円タワー投げたの思い出した。あ、そうだ、懐かしい。超低遅延を解除すると映ります。だってごめんね、調子悪くて。超遅延モードを、皆さん送ってください。中里香ちゃん結婚した？え、そうなんだ。まあでも26?7 ぐらいよね。まあそうよね。めでたいね。西野七瀬ちゃんの結婚、わあ、安心する。アイドルが結婚してるとマジでいいことじゃない。みちから LINE が来た。応援してるねだって。超遅延モードを解除したら映る。だってありがとう。七瀬までビッグカップルだよね。あ、そうなの？芸能人と結婚したの。すげえ。
いいや、でも割とゴシップは私どうでもいい。今日はね、うちの卒業の話はいろいろしたいんですけど、やっぱ美しかったですね。めっちゃセットもさ、かわいくてさ、すごかった。そう、超遅延モードを振ってください。よろしくお願いします。すいません、誕生日おめでとう、ありがとうございます。みちさんから、ねえねえ、お疲れ様、ありがとう、こちらこそたくさんありがとう、今日もパパがいたね、だって。ねえ、私パパ見つけたの、自分のパパが今日来てたんですけど、チケット買って、自分のパパを見つけたの結構アンコール後ぐらい、アンコール半ばぐらいで、あれパパじゃねと思って見つけたんですよ。みちゅ見つけるの早かった。みちゅいつもね、私より早く私の親見つけるんですよ。いや、いいよ、アイドルだよね、オタクを早く見つけてる、うちのオタクを。お恥ずかしい、子供、親でも、私子供でも見つけられないのに。にゃんとまあですよ、ほんと。え、みちさん今日配信しないのかな、もうあれか、ステージでを最後にするタイプのやつかな。そう、あ、ペンライトがみちだから私見つけられないのか、確かにそれはある、それはあるな、おもろ。次はカナウさんへ、あ、そう、カナウも今日なんか、あかりさんのパパ見つけましたって言って、カナウは今日ね、誕生日プレゼントくれたんですよ。めっちゃ変な子、あの子、あのね、誕生日プレゼントですって言ってさ、なんか、袋バーってくれるから、あ、これもう別のもの入れてるんですけど、入ってくれるから、何と思ったらさ、ポッキー入ってて、まあ、ポッキーはありがとうじゃん。たださ、本当は4つあったんですけど、3つ食べちゃいましたって言われて、いや、言わんでいいし、みたいな。私なんか食べられたと思いたい、みたいな。いや、だったら最初から1個にすればいいのに。何この子って思って。確かによく一つ食べました。え、ポッキー4箱買ってきて3箱食べるってどういうこと？意味わからん。おもろい。およく分からん、おもろいなと思いました。まあ、そんなカナウも私のパパのこと、カナウのペンライトも絶対振ってたんだ、私より先に。なんか練り歩きで見つけました、練り歩きでカナウちゃんカナウちゃんってすごい言ってくる人がいるから誰かなと思ったら、あのアカリンさんのパパでしたって。でもね、顧客にしようとしてるね、あれは。顧客にしようとしてますね、うちのパパをね、あれは。みちはあんましようとしてなかったけどね。おもろいよね。福ちゃん目の前通過した。あ、よかった。私結構最初の方にさ、時間使いすぎてさ、なんかいけない部分、いけてないブロックあるのよ。ごめんね。下手くそでした。久々すぎて寝れる気が。ごめんなさい。ちょっとツアーで取り返すんで、ツアーで来てください。ツアーもね、リアル気ありそうじゃない？今日できたから。嬉しかった、リアル気できて、マジで。
でもね、練り歩きの時思ったのは、みんなカメラ越しに推し見てるのもったいない。カメラはもうとりあえずこうしといて、肉眼で見た方がいいよ。可愛いもん、肉眼で見た方が。そう。って思いました、今日見て。なんかみんなこうやって見てるのね、携帯をこうやって見てるの、メンバーを。もったいない。肉眼で見な。こんなに近いんだからってすごい思いながら、だって撮るのも大事だけどね。いやでも絶対肉眼で見た方がいい思いました。ツアーでもし練り歩きあったら、とりあえず、ま、携帯はこうしてていいと思うけど、肉眼で見た方がいいです、マジで。撮りたい気持ちわかるけど、って思ったかな今日。悩ましいね。いやー楽しかったです。キャプテンもね決まりましたし、やっと発表できてよかったです。もう私さあ、みちゃの卒業発表した次の日からさ、もうあれだ、自分決まってたからさ、実はだからさ、もう次の日から自分はもう、ね、知ってたから、あずみと私になるって。だからなんかもうファンの人に、次はあぐちゃんがキャプテンなのとか言われるたびに、マジで違うから、マジで違うってずっと言ってんのに、ずっと言ってくるから、もうちょっともどかしかったの、もう言いたいみたいな。本当に、どうかなとか言うのもなんかもうザートらしいし、なんか、うん。私じゃないっていうのをどうやって言えばいいんだろうと。他の子に決まってるんですっていうのもなんか、もう決まってるっていうのもなんか、まだあれかなと思ったり、なんか言い方が難しくて、そう。STU は10年後を見てるのを分かって逆に感動した。おー嬉しい。そうだからもう途中から お話し会とかで途中から言ってた言葉は、私はもう断りましたってずっと言っててもうね阻止してたの。次は福ちゃんだねっていう言葉を、やっと今日解放された。よかったよかった。もうポロッとみちゅが言わないかなってちょっと期待してたぐらい、もう途中から別に断っても断ってないもないけど、本当私は断りましたってファンの人に言ってたけど、もうずっと言われてて、もうごめんって、なんかもう嘘もつきたくないし難しいって思いながらね。そうやっと言えました。あずみおめでおめでとうなのか、あずみありがとう、引き受けてくれて。いつぐらいから知ってたのっていうか、私とみちで話し合って決めたから、知ってたも何も、もう次の日に話し合って決めたから、もう知ってたも何も、もう決まってたんです。なのでもう断るも何もな、なんか何もない、本当にもう事実だけしかなくてごめんって感じ。そうやっと言いました、引き受けてくれてありがとう、あずみ。そう当事者だったからどうしようもなかった。そう、でも未知から発表されるまでは言っちゃいけないし、すごい難しかったな。そうです、いやもう適任です。やっと言えた、マジよかったよかった。素晴らしい素晴らしい。もうあずみんはね、説得力があるからね、言葉に。なんかあずあずとかね、藤原あずさちゃん覚えてますか？あずあずとか、まあ、みちゅとかさ、なんかああいう説得力のある喋り方ができる子ってやっぱキャプテンに向いてると思うんだよね。私はさ、なんかね、説得力がないから、喋り方に、喋るのって内容じゃなくて喋り方って言うじゃないですか。もうあずみは内容もあるし、キャプテンっぽいなんかその説得力のある喋り方もできるし、
もう素晴らしい。もう尊敬してます。小さな巨人とか言ってますけど、もう小さなプロ。福部さんのは似合わせってこと？そう、似合え似合えって思ってました。頑張ってね、やってくれると思うのでね、しっかり支えていきます。私はもう、安住もさ、後輩だから多分ちょっと気遅れしてるというか、ねえ、あんま強く言えないだろうから、何事も。うん、その点では私はもうさ、何？なんだろうな。その点では私は、まあ、そんな強く言えるタイプではないけど、なんていうの、別にね、運営さんに、いや、これは違うと思いますとか、これはファンの人のことを考えてないですとか、もう全然言えるし、それで、もし、例えばなんか、干されるとかいう言葉は好きじゃないけど、あいつめっちゃ言ってくるからうざいからもうライブ出さんとかなんといいなと思ってる。別にそれがチームのためになるんだったら。ぐらいのメンタルに8年目にしてなってるから、まじ私を利用してねって言いました。利用してねって言ったらおかしいけど、あずみに、ほんまに、あずみが正しいと思うことをやれば私はそれを応援するから、いっぱい私を利用するんだって言ったら抱きつかれた。可愛くない？利用してくれるっぽい。そう、私を盾にしてほしい。マジで。うん。って思う。ほんまにいっぱい利用してほしい。使えるもんは使えって言うけど、うん、使えるもんな部分も多少あると思うから。8年目の、一期生の先輩で、まあ、いろいろやってる人、使えそうじゃない？後輩から見たらどうなんですかね。全然利用してほしいなって。あずみのためなら動くよって。STN のためになることやってくれるだろうか。っていう気持ちなので、あずみ、福田ともども、応援の方でよろしくお願いします。はい。しかし、あずみがまだ研究生のため、なんか研究生は、なんか先輩の LINE 交換したらダメらしいの。よくわかんないけど、本当に何のルールなのか。だから、っていうのをあずみに結構長文で今日打ちたかったけど、今日連絡先まだダメだったのよ。なんかね、4月ぐらいまでダメらしくって、なんかそんな喋る時間もなくて今日、ALT に書かせていただいて、いや、私もう 2.5 期昇格したと思ってたからさ、もういいと思ったら、なんかまだダメだったんだよね。そうそう。だから、LT に書かせていただいて、まあ、ちょっとタグ付けしたら、リプがいっぱいいっちゃうから悪いなと思って、タグ付けしなかったけど、多分エゴサするから、わかる、わかる。まあ、岡田あずみでエゴサしてるだろうから、まあ見てくれたらいいなって感じですね。そう、私も昇格したと思ってたよね。そう、私も昇格したと思ってて。そしたら昇格してなかった。だから、あずみんはね、明日から、正規生かな？団子ありがとう。まあまあ、ルールはね、例外作って破っちゃうと、例外ができるとさ、一個。あれはあったからいいじゃないですかができるから、もう私も 100% 守った方がいいと思うタイプ。だから、いいです、それで。別に次会う時に LINE 交換すればいいから。Nice to meet you で湧いた境オタです。あ、私も、瀬戸に来た時に、あ、これ、歌詞カード復習せんでも歌えるわ。Nice いいよね。公演曲、境の。いただきます。お弁当もらって帰りました。
武蔵の弁当。ううん、ほっともっと。なんかメンバー用に来てた弁当がちょっと私的にそんなにだったから、スタッフさん用のやつが3つ余ってるって言われたから交換しました、スタッフさんと。でもあずみに対しても何の不安もないんで、ほんとよろしくって感じ。 2.5 期で入って 2.5 期のお姉さんや、お疲れ様。道が楽しそうでよかったね。四国、海の移動を知っているかやってくれて嬉しかったな。みつきちゃんとあかりちゃんが決めたあずみんに異論ありません。いやマジで、みちょの卒業発表の次の日に二人で話し合って、それではキャプテンについてなんだけどみたいな、真面目でいいと思う、うん、私もみたいな、うんそうだよねみたいな感じ、マジで秒で決まりました。まっちゃん2号タワーありがとう、嬉しい。ちょっと待って、ここメモ帳ある？今ねホテルだから、ちょっとこっちに書こう。ありがとうな。そう、満場一致。まっちゃんにはありがとう、ライブもありがとう。てっきり2期生からかと。まあね、もうね、1期生とかもね、どうなんだろうね。でも、もう、やめづらくなっちゃうしね。どうなんだろうね。一期生とかで、やめづらくなっちゃうからね、とか、なんか、考えたらかわいそうだからね、とか思ったけど、私も一期生だったわ。え
まっちゃん2号ありがとう。ごめん画用紙がなくて。桜暗いな。ありがとう。今日はいい時間になりました。嫁にするなら福ちゃん結婚する。いい、椅子の上に体育座りでご飯食べるけどいい、紹介できる親にこういう人。新幹線とかで寝れないタイプの人だけどいい、ずっと多動だよ。立ったり座ったり。恥ずかしいかも。でもね、アズミンのキャプテンに全く心配はないんだけど、なんかそんなこと言う人はいないと思うけど、アズミンはもう素晴らしいから、アイドルとしての実力も私がもう尊敬する、素晴らしいからそんなこと言う人はいないと思うけど、なんかアズミンがもし何かを得た時、何かでうまくいったり何か成功したりとか、なんかあった時に、いい意味でも悪い意味でも、キャプテンだからとか、キャプテンなのにって言われないか、それが心配。そう。やっぱ役職ってそういうのがさ、辛いとこだと思うから。他の人には分からない。そういうの、それが本当に、そういうのだけ心配かな。ね。私はそういうのは、中の事情も知らないのに何言ってんだはっはっはみたいな感じで全スルーできるタイプだから全然大丈夫なんだけど、でもあずめはね優しくていい子だからね、全部受け止めちゃうからね、心配。って感じかな。点特権と思われる、そんなものはないけどね、なんかたまにそういうこと言われたりするから、なんかうーん何もないのになーって、そういう風な考えもあるんだなーと思うけど、なんかそういうのに厚みが押しつぶされないかだけが本当に心配かな。だから私が戦います、そういう時は。ビールさんやった、ありがとう。
はあ、本人が頑張ってることはそれで評価されてほしいから。じゃーん、みたらし団子缶図。うん、え、待って、私が団子出すタイミングで今投げた、分かってたの。花より福団子ありがとう。え、たまたま団子です、やばい、嬉しい。そう、に田中美穂に会いました今日。なんと、もう今日田中美穂にも会えたし、もう最高、びっくり。もう田中美穂がいるらしいとの噂は聞いてましたが、田中美穂ラブー。もう私の卒業公演に出てねって、ちゃんと、やばいやばい、これ溢れる、やばいやばいやばい、私の卒業公演に出てねってもう言っときました。まだ卒業しないけど卒業公演の時は出てねって言っておきましたんで、あの、私の卒業公演が決まったら田中美穂推しの方は来た方がいいです、美穂呼ぶんで。やばい、団子がめっちゃこぼれる、きな粉が。いただきます。あ、あげようか。じゃあ、みたらし団子、あー、みほりんからもらったやつです。うまうま。さっか、みなもいいやっぽ。おいたん、花より福団子。ありがとう、ペンギンさん。ペンペン。差し入れがおしゃれだよね。まっ。福岡の差し入れですか？福岡なのかな？どうなんでしょうか。団子ありがとう。神様やると思ってた。え、それな？そうなの。神様の折り面、あ、3人になっちゃった。早くも。もう神様もあげるくらいに、もうやることないんじゃない？リクワとかないと。悲しい。悲しいよ、私は。もう逆になる。高尾ちゃんと二人？まさかの。もう一年で？やばいじゃん。早減りすぎでしょ。みかん。高尾ちゃんと二人で歌い続けるね。だから交互に歌わなきゃ。あのユミリンのところを私が歌って。みちのとこを高尾ちゃんが歌って、私のところを私が歌って、で、あの、高尾ちゃんとココアのとこを、あの、
高尾ちゃんが歌って二人のユニット曲にしちゃう。でも成り立つよね。すぐ歌割り来るわみたいな。え、だってもったいないよね。いい曲だし、せっかくいただいたのに歌わないなんて。いただきます。キュンキュン。金庫が邪魔。ピピピッ。でもあずみんとみちは似てる気がするから、ちょっと私とのバランスもいいと思う。フォローしました、ありがとう。私ヘタブラクフちゃん好き、ありがとうございます。二人とは真面目なイメージ。そうよ、私も真面目だよ。だけどそう、ない安住が真面目に話した後に私がじゃあみんな頑張ろうねーって喋ったら、何明るく終わるでしょ。逆に私がみんなそうだよねーって言った後にあずみがバシッと言うと、あずみの威厳が上がるでしょ。だからちょうどいいのよ。ちょうどいいのよ。信頼して任せます。誕生日おめでとう、ありがとう。みかんゼリーうま。こんばんは。みかんゼリーのみかんの部分をあげよう。はい。みかんたっぷり最高。
こんばんは。今日意外とちゃんとメール送ってる。夜絶対送る元気ないなと思って、ちゃんと朝送った。てかさ、やっぱ全身写真のさ、昨日の、じゃ今日のおはようメールとか、今日のみちゅとの、みちゅって書いてるメールとかの画像よく見てもらったらわかると思うんだけど、左上に黒い薄い丸があるじゃん。これ、カメラ、昨日からあるの、カメラの傷？見えないんだけどね。昨日からこの丸ができるんだよ。何なんだろう。こうしてみると傷なんてないんだけど、なんだと思う？岡山駅前のウニの噴水が今日最終日でした。そうなんだ。知らんかった。携帯変えたい。逆さまにして撮ったらどうなるか。逆さまのとこにつく。だからレンズだ。落としたりすると振動で出てきたりします。振動？そうなんだ。未知の写真、そう、中のほこりを、どういうこと？暖房入れよう。
今日好きな種とか大声ダイヤモンドとか手遅れコーションの時の衣装、実はあの研究生のあのなんだっけ公演の私のものなんだっけレイダウンだ、レイダウンの衣装を借りました。ギナイナの レイダウンめっちゃ短いんやけど、丈やばい、研究生あんなの着ていいの、あれはやばいね。一期生が今日それ着てたんですけど、みんな興奮しました、やばいって、エッチじゃんって言ってて、研究生の服がエッチで、8年いるほぼほぼ20代超えてる子たちがドキドキしてんの、おもろいなってそうしていい、おもろって思いました。誕生日とありがとうございます。ドキドキ、あとカメコ、カメコも STU も待ってます。撮った？今日今日私が一番緊張した部分どこだと思いますか、皆さん。コンサートで寸劇のとこ、なんでわかったのすごいそう、寸劇葵ちゃんとのあのスポンサード MC のところ、あそこ緊張した、葵ちゃんと今日あそこが乗り越えたら山場だねみたいな話してました。マジ葵ちゃんがずっとね大丈夫かな大丈夫かなって言って
マイハ巻き込まれる、マイハ。マイハめっちゃ喋ってくれて助かったわ。あとさ、開演前にさ、私のめちゃめちゃ早口でなんとか13秒以内に全ての文言を収めたバイキングライズの CM 流れたでしょ。でね、今日バイキングライズの CM がね、広島駅で31日までやってるっていうから、新幹線乗る前に10分ぐらいずーっと見てたの。でも流れなかった一回も。なんで見た？今日広島駅でバイキングライズの CM 広告見たかったん。あれは生だったの？いや、10回ぐらい撮り直しました。1秒ぐらいオーバーしちゃって、ずーっと。見れなかった広告見たかった。リスのコメントバッチリでしたよ。あ、見てくれたんだ、ありがとうございます。リスのやつどんな感じだったんだろう、マジで分かんないけど、なんかスクショだけ見た。特攻の銀手がめっちゃびっくりした。メンバーのキャって声も聞こえた。配信に入ってたんだ。おもろ。なるほどね。青いひまわり5周年でオーディション開催ですか？いや、もう青いリーダーに任せます、それは。青いリーダーがうんと言わないと何もできません。それはもう葵ちゃんに私たちはついていくのみ。番号48ベア。クマさんありがとう。今日渡り廊下走りたいできて嬉しかったな。みちゅも眉推しで、私も眉推しで、渡り廊下の曲やりたいねってずっと言ってたの。だけどなかなかツアーとかでもユニット入れられなくて、渡り廊下の、そう、ようやく叶えました二人の約束が。
でもさすがに迷いポジは譲りましたけどね。団子ありがペンギン、なんかありがとう。キュ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 。陸上部のヒーロー、どんなに遠くても泣き聞こえてくる。恋の新記録で一番に走り抜けて、どさこさ紛れにゴールで、私だけ抱きしめて、お願いぎゅぎゅぎゅっとして、ぎゅぎゅぎゅっとして、3秒間の重力、足はガタガタ、心のキノキ、嬉し涙ポロニ。ギュッギュッギュッとして、ギュッギュッギュッとして、この瞬間をギュッとして、大好きなあなたとギュッしよう。キュッキュッキュッ、あなたにギュッとされた時、マーみたいにハートの場所がわかるの。キュッキュッキュッ、冗談でも叶わない、優しいその手で包んでよ、キュッ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 してよ、お願いキュッキュッとして、キュッキュッキュッとして、卒業まではあと少し、毎日見れたあなたの顔を見れなくなってしまう。今日花粉やばかったなぁ。ねえ。福ちゃんがスライドでキャプテンかと思った。いやもうそんな器じゃないんで、私は影で支える方が向いてるの。表だって説得力のある感じでこう語るタイプじゃない。しっかりしてなきゃいけないキャラの子が、私の前ではしっかりしなくていい
のよ。そういう立ち位置で支えたいなって思ってます。勝手ながら。また移動か。楽しかったな。私が目指してる理想の人物すぎる。希望三目良かったね。でてれれでれれたらたらたら。暖かくなってきた。リセット楽しかったな。はい、リセット楽しかった。広島桜咲いた？わかんない。咲いてた？見てない今日。平和公園の近くにいたのに見なかったな。ちょっと咲いてる？めっちゃ咲いてる。待って、どっち？人によるか。人によるか、感覚は。どっちだ。今ここで対抗馬が現れたから。ギャ。首が痛い。満開ではなく三分咲きぐらいかな。今日お父さんとお母さん花見するって言ってたけど、広島で花見できたのかな。どうなんだろう。明日大変だな。
頑張ろう。明日ね、誕生日おめでとう、ありがとう。明日ね、あーなるほど、お面白いな。明日は面白い場所に行きます。5時に、いや5時に起きたくない。うーん、5時10分まで粘ろうか。一緒に起きてくれるよね。あかりんネームで初めてレベル10、おめでとう。レインボースターもらえるじゃん。レベル上げといたらレインボースターもらえるから。前乗りなのに早い、早いから前乗りなのよ。そう、始発に乗っても間に合わないから前乗りしたんだよ。朝配信するの？さすがにしないかな、無理。お5時に起きる、あ、本当？ごめん、明日の土日？今日土日？明日平日？か、多分。レインボースター、そう、なんかレベル何になったらレインボースター何個みたいな感じでもらえる気がする。東京から見に行って感動して泣きました。ありがとうございます。いいコンサートでしたね。勝手に付与されるの？うん、される。だから止めといた方がいいよ。リセットまたやりたい。我らが STU。 最高の最高の最高の、そう、よいしょ。うん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 、幸せをありがとう。次のイベントのために食べまくってください。頑張った、今日楽しかったな。やっぱこう重恋でちょっと泣いちゃったけど、こう、みち自身もだけど、なんか笑顔で、みんなで、終われてよかったなって感じ。かびしまちゃんはね、ちょっと体調不良で今日は出れなかったんだけど、気持ちは、一緒にいたと思うし。
珍しいラスコンでした。そうだね、楽しかった。なんかバズってるツイートで、生誕祭なんかで〇〇ファン有志一郎〇〇ファンより、花や贈り物がすることってあると思うのですが、自分それやってなかった場合、他界する原因になりますよね。ついでにそのプレゼントをタレントが機器としてポストしてると興ざめなんてものじゃないかも。だって、そうなんだ。その投稿見た？いやこれむずいね。生誕いいとかってどうやってなってるかこっち知らないからあれだけど、私も昔はね、この気持ちがあったのよ、正直。自分がね、好きなバンドとかが全部、まあ言うたら40ぐらいの人が好きなバンドだから、現場に行ったらもう内輪のノリができてるけど、入れなくて、当たり前だけど、一人で行って一人で帰って、帰ったら、なんか、横断幕にファンのみんなでコメントして渡しました、みたいなの見て、ファンのみんなに私は含まれてないのね、みたいなのを経験してるから、そう、でも別に、今思えば別にそれは、自分が入りたかったら言えばよかっただけの話だから、まあまあ、あれですけど、最初はそういうのを気にしてね、アイドルに泣いてた時は、なんか生誕祭、でもね、生誕祭を用意してくださった皆さんとか絶対言わないようにしてたの。生誕委員に入ってない人が、俺たちはじゃあファンじゃないのってなるかなと思って。だけど、ごめんけど、今はもう気持ちが変わって、生誕委員とかやってくれてる人って多分、別にその人たちもめちゃめちゃコミュ力があるわけじゃないっていうか、なんて言うんだろうな。めちゃめちゃ勇気出してやってくれてるから。そうそうそう。私ガチで誰がやってるか本当に知らないのね。だから無償の愛だなって思ってて。ああいうツイッターとかあるじゃん。応援コミュニティみたいな。あれも、誰がやってるかバチで知らないの。言ってこないの。まずファンの人が。私、生誕委員なんだよね、みたいな感じで言ってこないから、ファンの人も私がそういうの言ってこられるの嫌なの分かってるから。なんか、っていう意味で、もう無償の愛だから、言わないと逆に失礼かな、みたいな。せめてものやりがいは、私が生誕祭とか、ショールームとかでお花ありがとうございましたっていうことかなって。思って最近は言い出した。でも昔はお花もらっても載せなかった。ツイッターとかに。ごめんね、マジで。生誕祭のスタンドフラワーは公式が載せるから載せてたけど、握手会でもらうこういうお花とかは載せてなかったんですよ。その握手会に来てない人がイラッとしたらめんどくさいなと思ってたから。でも逆にそれが失礼だなって思ってて最近は。だからそういうのをみんな気にしないでください。生誕委員とかに入ろうが入らないが、私のファンの方は全員大切なので、ファン一同って書いてるものに自分が入ってなくても、イラッとしないでください。イラッっていうかもやっとしないでください。入りたかったらツイッターで検索したらね、あの人たちもね、もうね、こんなこと言ったらあれだけどね、スタンドフラワーとかね、生誕委員のあれ作るのってめっちゃお金かかるの。だから一人でも多くのファンの人を入れたいと思ってると思うのね。だからツイッターでそういうの検索して、なんか、Google フォームとかで入りたいですって送ろうもんならもうウェルカムってやってくれるから、入りたかったら入ったらいいし、でも私は非公式な団体だから、言ったら、入ってくださいとは言えないけど、感謝はしてるって感じの立ち位置だから、このツイートを見て、なんか初期の頃の気持ちを思い出した。気にしすぎてた私の気持ちを。そう。超大変だと思う。でも自分に声がかからないとか、ね、勝手にやってる人たちのになんでメンバーがそんな感謝とか言うのって思う人がいたら、いや入ろうと思えば誰でも入れるし、なんなら生誕委員の人たちは多分、めっちゃウェルカムだよっていうのも分かってるし、でも入ってないし、俺はそれ私はソロオタ活だったから、ソロオタ活の人が入りづらいのも分かるし、別に入らなくてもいいからマジで難しいよねっていうのをこのツイート見て思った。難しいよね。
そう、でも本当に感謝めっちゃしてるから、絶対お礼は言うし、そう、でもその時にみんながもやっとしないでくれたら嬉しいなって。ほんまに無償の愛だからね。私、生体院に入ってる人マジで一人も知らないかも。言わないようにしましょうってなってるのかな、ルールで。知らないけど、なってるんだろうね、私に。 それでも協力してくれてる人たちってことですもんね。なので、もうすぐ生誕祭があるからさ、そういう生誕委員の皆さんありがとうございましたって言っても、それは生誕委員じゃないのにな、声をかけられてないなとか思わないでくださいね。 そう、すべての応援してくださってるすべての皆さん、現場に来る人にも、来なくてショールームだけで応援してる人でも、ショールームにコメントする人にも、コメントをせずにロムってるけどいつも見守ってる方にも、全員に感謝してます。本当に皆さん一人一人の存在に本当に感謝してるので、あかりちゃんモチベ爆上げで 5年目もよろしくな。違う、5年目じゃない、副キャプテンは5年目、STU は8年目に明日からなりますので、よろしくお願いいたします。そう、私はアイドルになって生誕祭とかを開いていただけるのすっごく嬉しいし、お花とかをいただけるのもすごい嬉しいからありがたく受け取ってるし、そう、みんなからの愛をたくさんもらって幸せです。今日で実はね、未知の卒コンだったんですけど、今日で実は STU48 結成ちょうど7年ということで、おめでとうございます。一期生の皆さん、私もですけど、はい、明日から8年目だって、とんでもないね。 ありがとうございます。本当に嬉しいです。もうなんかまさか、本当に正直な話、アイドルになったばっかの時は、8年、7年か、7年やるとは思ってなかったかも、正直。アイドル、まあ、3、4年かなって、思ってたよ、正直ね、最初は。なんか、まあ、同級生が、4年生大学行ってる子が卒業するぐらいに、私も卒業して、就職とか同じタイミングでするのかもなとか思ってたけど、気づいたら7年だし、マジで3、4年とかで辞めなくてよかったね。今日の景色も見れたしさ、そうそう、私なんだろうな、なんかファンの人も、が私から離れられないかどうかは人によるとは思うけど、少なくとも私はファンの人から今離れられないとか、みんなに依存してるから、なんか冗談じゃなくて。そう、離れられないかな、そういう点でも。なので、多分来年の3月31日も お祝いすることになると思いますからね。よろしくお願いします。そして明日はエイプリルフールですが、
予言しておきますが、私は嘘をつきません。くだらん冗談の嘘もつきません。今までツイッターとかでもついたことないでしょ、実は。ないんですよ。本当につかないんで、明日ツイートすること全部ほん、なんかツイートしたとしても、全部本当なんでよろしくお願いします。あんまり私、エイプリルフール参加しないタイプなんで、明日、エブリフールだからみたいなくだりはないです。はい、ごめんなさい、すいません。って感じかな。あと明日からお菓子禁止なんでね、ちょっとかなうちゃんがポッキーくれたけど、これは5月になってから食べます。賞味期限余裕なんて、来年までも食べれる。セクシー2で卒業ドッキリやられたし、いや、あれは、ああいう風に言えって言われたの。そう。なんだろう、差し入れ OK では確かに、このポッキーはいいのか。はあ、お菓子禁止だ、1ヶ月。頑張ろう。1ヶ月お菓子禁止生活スタートです。明日からあと20分でお菓子禁止生活。スクフェスであずみんを泣かせた罰として、もう10年はあずみんを支えてもらうしか。10年後あずみん30だけど大丈夫そう。大丈夫かな、背負わせすぎでは。花より福団子、団子ありがとう。もう団子食べれない、来月は。ペンギンさんありがとう。あん、頑張ろう。ハートありがとう。ドゥドゥドゥ。自分も1ヶ月我慢します。え、本当に？一緒に頑張ろう。目的は健康だからね。ダイエットじゃないよ。ダイエットのためって思うとさ、頑張れなくない？別に痩せなくてもいいやって思ってる自分がいるから。トロブさんと話した？めっちゃ喋ったよ。てかトロブと喋って泣いたくなる、私。千穂ちゃんが多分動画撮ってる。見たい人は千穂ちゃんに言ってください。そう。なんか、トロと喋って、号泣したい。カラララっていう、メンヘラ彼女みたいな。そしてさ、泣きながらさ、カラララムーとか言ってさ、バイバイってやってさ、次新幹線だったからね。ホームで。新幹線のホームで。一緒に、スタバ飲んで。
別の新幹線だったけど。そう。あれみたいな。あんな涙の別れしたのにまた会ったやん。みたいな感じだったからね。びっくりした。しかもさ、新幹線時間が時間だったからめっちゃファンの人いたんよ。だからさ、私もやばい、いい子にしてなきゃと思ってさ、座席も倒さず、で、なんか、もうカバンも開けずに、充電とかしたかったけども、もう、なんかもういい子にしとかなきゃと思って、誰か見てるか分かんないと思って、ちゃんと、こうやって座席も倒さず、この角度で、ずっと、なんか、メール ?X? とか見たり、メンバーのツイート見たり、あずみの ALT 書いたりして、もう今日、多分、どのファンが見てるか分かんなかったけど、多分めっちゃ福ちゃん新幹線の中でいい子だと思ってもらえたはず。ちゃんと偉いにしておきました。いい子にしていました。そう、そこで条文を考えてたのね。そうです、安住家の。もう緊張したわ。誰もいなかったら、誰もいなかったら体育座りかな。靴は脱ぐよ。デスノートの L の座り方してた。スクリンコン。絶望はチャンスじゃないか。あずみんよろしくお願いいたします。いえ、こちらこそ、あかりちゃんのお世話してもらうかもしれないし、まあまあ、あずみんもね、入った時からさ、自分も不安なのにさ、しっかり者にはしなんなきゃいけなかったじゃん。わかる ?2.5 期の中でさ、ずっと、お姉さんだから、まあリーダーみたいなことしてきてさ、で、2.5 期になってしばらく慣れてきたなと思ったらさ、3期生入ってきて3期生のキャプテンみたいなことしてたでしょ、ずっと。多分ね、自分が甘えたいのにね、甘える場所がなかったと思うんだよね。なんか、多分あずみんはしっかり者っていう、もう、そういうキャラっていうか立ち位置ができちゃってるから、多分しっかりしてないところを見せれないと思うんだよね。それはみちも一緒だったと思うんだけど。だからそういうとこも似てるなと思って、もしっかり者なんだねっていうキャラがついてるから、多分ね、なんかそこが辛いと思うんだよね。不安があっても自分がしっかりしとかない、しっかりしとかないとっていう気持ちが多分常にあると思うんだよね。私それができちゃう彦なんだよね。だからそこがすごい尊敬するとこだけど、それがこう辛くないか不安で、勝手になんか、全然しっかり、私の前でしっかりしなくていい、しっかりしてるのは分かってるから、全然しっかりしてなくていいから、甘えてほしいというか、弱音を吐いてくれれば、別に私はそれを誰にも言わないし、いいなって思ってるよ。吐き出してくれれば。
ずっとお姉さんでいなきゃいけない、後輩なのに行けなかったからね、きっと。そう。だからそこを助けてあげられればいいなって思います。うわ、エスティーのママちなみにツイッターにさっき載せたこの写真、めちゃめちゃ私しゃがんでますおもろくないこの写真ちょっと身長差あるかなぐらいに見えるでしょ。めっちゃしゃがんでます。集合写真で言うと2列目の人ぐらいしゃがんでますおもろいよね。そう、見てください、このちょっと他の写真だったらわかるかな。あ、ほら、わかる？私がめっ、安住足伸びてるのに私がめっちゃ膝を曲げてるんですこれおもろいよね。これがね、可愛いポイントですよね鍛えられそうです可愛い。まあね、もうほんと頼りにしてるのでね、好きなようにやってればいい。安住のみんなついていくから。20センチも差あるんだ。ふくちゃんのサポートはファンがする。あー、嬉しい。それが一番いいよ。ありがとう。道になんてラインか、そう。眠たいかな。やばい、あと10分ぐらいしかお菓子食べれない。
でも無理して食べたらデブ。無理して食べたらデブだよね。無理して食べないよ。ゴディバもらったからちょっとだけ食べよう。花粉の薬飲んだ。食べてもいいやん。ダメ、健康のためよ。みんなで健康になるのだ。よろしく。今自分のカバンで知らないポケットを発見した。4次元ポケットかもね。もう54分だね。お風呂溜めようか迷うな。綺麗かな、お風呂綺麗だったら溜めよう。うわー微妙。微妙、どうしよう。溜めるか一度。シャワーの状態ね、びしょびしょになった。シャワーの状態とさ、あのひねる状態逆でさ、降ってきたシャワーが。いえ、あるある。あ、みんなやってる。しょうがないね。まあ、そういうこともあるね。
頭から被った時は泣きそうになった。いや泣いちゃう、大人でも泣いちゃうよね、それはさすがに。そうだよね。ランキング読みます。めっちゃ音うるさい、ごめんなさい。近いし、ありがとう。中井ちゃんさん、ひんさん、ゆみこ姉さん、新キャプテンあずみんな楽しみだけど、そのあずみんを、副キャプとして支えるあたり見れるのも楽しみ。これからも支えリンゴ頑張ります。ありがとう。ひろふみ、素晴らしい未知の卒コンだったね。新キャプテンの味見を支えていってね。頑張ります。任せてください。みけちゃん、今日は2階からでも福ちゃんがすぐ分かって幸せ。おー嬉しい、ありがとう。マグ、ありがとう。ナッカー、ありがとう。何前だったねー。青によし、お疲れんこん。月の種が来ると思わなかったんで興奮しました。見てるドレス姿素敵でしたね。ではめっちゃ良かった、美女と野獣みたいで。月の種焼けてきてありがたい。カンズありがとう。セブンありがとう。番号48、今日も昨日も毎年のフェスも楽しかった、ありがとう。ありがとう。タカ、スコーンお疲れ様。手遅れコーションすごかったよね。ポニーテール可愛かったです。ありがとう。埼玉のおいちゃん、ありがとう。1位はまっちゃん2号、ありがとう。てんけで私が福田はって言ったらストーチって言ってください。おにますと福田はストーチ。3の名前者はどんで決まり。香川県出身のピチャルこと福田会でした。皆さん今日もありがとうございました。お疲れんかやすみんじみです。明日は早朝からですが頑張りたいと思います。みんなも頑張ってね、応援してます。ありがとうございました。お疲れんこやすみんじみです。またねー。